おたや、さっきから目として何してんだ？イメージトレーニングだよ。ルージュの魅力を演技で伝えるにはどうすればいいかなって。ランマル先輩はどうやって相手に気持ちを伝える？目で通じ合えるなら言葉なんていらねえだろう。俺らは自分が感じたルージュの良さを素直に表せばいい。そっか、そうだよね。撮影本番頑張ろうね。ああ、最高の演技を見せてやろうぜ。やけに高級なセットだったな。どう使うか迷ったが、俺の好きなようにやらせてもらった。最初はルージュを目立たせるポージングをしてたが、それだけじゃ俺とこのルージュのらしさがいまいち出せてなかった。だからもっと寄りで胸元を開けてカメラの向こうにいる奴らにアピールしてやったぜ。その方が深い赤色の鮮やかさと大人のセクシールージュってコンセプトを表現できると思ったからな。悪くねえ仕上がりなんじゃないか。お前もつけてみたくなっただろ。おい、こっち向けよ。そんな写真の中の俺よりここにいる俺の方がずっといいだろ。ほら、手貸せな。俺はここにいる。そのままじっとしてろ。なかなか似合ってるな、パッションルージュのワインレッド。その唇で俺のこと誘惑してみろ。ちゃんとできたらご褒美にキスで拭ってやるよ。